りますか、はい、はい、長野さん、いやなんか絶対自分の方が可愛いと思ってるのに、うん、わざわざここに来て長野セリナさんめっちゃ可愛いですって、これひどいな、これはやばいな、毎回名言あんたびてくれるんですよ、それはちょっとそれは不格好くな話だよ、本当に。しかもセリナがいい日の時もこの間一緒にイベントがあったんですよ、レナちゃんと、はいはい、そしたらツインテールって絶対長野さんより私の方が似合いますよ、あらツインテール、ツインテールは長野さんのアイドルのスイッチだよ、確かに言ってたぞ、言ってたぞ、すごい13号長野セリナのポエム、ツインテール、タイトルが面白いんだけど、ツインテール、それは私がアイドルになるスイッチ、お仕事が終わるとすぐに外してスイッチオフ、ただのセリナに戻ります、スイッチオンとかオフとかしてたの、ね、じゃあ今ツインテールにしてないから今ただのセリナなの、違う違うんです、でもなかなかツインテールにしてることないじゃないですか、なんか昔ただのセリナって書くよ、ちょっとどういう思いを書いたんですか、これはですねケールやばい、あの夏に結構ツインテールをしてたんですよ、はいはい、あ、してたんですか、合衆国とかで、はいはい、だからその時に作ったやつなんですよ ね、 ね、その時やっぱちょっとウキウキの気分で、ちょっともう夏だし、あもう楽しいツインテールも評判いいし、もたーって書いてあったんだ、そしたらこの玉ですよ本当に